お疲れちゃんです、ラットです。というわけで今回もクラッシュロイヤルやっていくんですけど、皆さんこちらクリエイターブーストご存知でしょうか。クリエイターコードを入力してスーパーセルのクリエイターを支援しようというわけで、課金する際にですね、こちらにラットと入力して課金してくださるとごくわずか、数パーセントらしいんですけど、僕に、ね、入るみたいですので、もうよければお願いします。最近うまい棒しか食ってないのでっていうわけではないんですけど、まあ本当にね、ぜひ応援してくださるよって方はよろしくお願いいたします。はい、というわけで今日はね、ペッカ工場をやっていきたいと思います。いや、僕がねペッカ工場出すのは本当年にわずかしかない、レアな日というわけなんですが、ペッカ工場で12勝無敗しましたね、グランドチャレンジで。あれ、思ったよりいけんなっていうわけで今日はねペッカやっていきます。履歴的にはここですね。これ一番上のガボさんが、12勝目だったんですけど、まあコカツドリル、ゴレクロ、まあ、メガナイトドリル、レイジーとか、まあ、ラバとか、まあ、環境デッキ当たりながらの、まあ、ゴブドリーあんま引かなかったので、まあ、そこはでかかったかなっていう感じで、ゴブドリーがきついですね、ペッカは。逆に僕ゴブドリーをよく使ってたんですけども、ペッカはカモでしかない、絶対負けないねっていうような相性だったんですけど、まあそこのドリルにもね、今日ちょっと引いたら勝っていきたいかなと思います。で、ペッカーもですし、ペッカー以外、まあ、クララを通してなんですけど、トロフィー4000に行きたい、トロフィー5000に行きたい、トロフィー6000に行きたい、7000に行きたい、8000に行きたい、まあ、全てね、共通して言えることがあって、まあ、許容ですね、許容というのをね、覚えてしまえば、誰でもトロ8000とか行けちゃうんすよね。もう許容です。クララは全て許容にね、かかってると。言ってもね、過言ではないぐらい、その許容というものが大事なんですけど、まあ、それは何かっていうので、まあ、ユニットを残してください。自分のユニットが残るように戦ってくださいっていうね、戦い方ですね。タワーがダメージ受けるのはね、もう全然いいです。自分のタワーがダメージ受けてもいいので、自分のユニットを残してください。これですよ、もう徹底してください。それを意識するだけで、変わると思います。例えば、相手がね、こう、ウィザード、ランパーとかで攻めてきた時に、やばい、コウモリ出さなきゃって出して、それがウィザードにすぐ焼かれるとか、もうそういうのが一番ダメですね。ユニットが無駄死にするっていうのが良くなくて、全てのユニットがね、やっぱ活躍するようにさせてあげてください。まあ、それをねできるようになると、マジ誰でも8000いけると思いますっていうのを、まあ、今回ね具体的に、ちょっと意識しながらねやっていければいいかなと思います。まあ、ここは陸受けでね、小島場使っていきます。で、今回の相手、まあ、エレジャイかな、エレジャイだと思います。まあ、こういうのいいか。で、インドラ、まあ、厄介なんですけど、ユーノで釣ります。ここは端前にユーノ出すと、インドラがちょっと戻っていくんですよね。だから僕はユーノでも攻めてるし、相手のインドラも守れてるので、まあ、これでね、攻めつつ守りつつみたいなね、いいユーノがね完成します。さあ、これマジアチャ出すのはね、なんかやりすぎな気がしたな。いやー、出してもよかったかな。このボンバー痛いんだよな。さあ、エレジャー生きた。ここは守ります。今僕のユニットはね、無駄死にするシーンがね、まあ一度もないと思うんですけど、まあペッカデッキとかだったら、まあそういうのが特にないか。コウモリとかヤリゴブとか細かい系の、ね、デッキだとそういうのがちょっとあるかもしれないんで、ちょっとあれですけど、さあここにライトニングを使ったので、エレキが行きますね。これ相手はトルネード打たなきゃ僕のエレキは処理できないと。そう、惜しいね。これ後ろから出して、なんならこれ、端前ペッカでもいいと思うな。普通にこれペッカの向かいって絶対今きついから、で、真ん中マジアちゃんも出して、もうぶっぱタイム来たっすね。あのダックプリはいいや。相手のボンバーとかも、おい、言うのやば。今のエグくね。これザップってマザネクボコセルトでかい。で、工場ババこっち来ちゃったな。さあ、まあエレジャイですね。エレジャイはね、まあ意外とめっちゃ相性いいかって言われると、ぶっちゃけそんなこともないですね、ペッカ側は。うん。まあとりあえず、僕のユーノゴーストの使い方とかはね、特に見ていただければいいかなと思います。もうそこはね、無駄死にすることがマジでないと思います。常に突進を生かすであったり、ゴーストの透明化を生かすであったり、さあここはホグ26か、まあ、ホグデッキはねペッカからしたらきついですよね。まあクエイクホグだろうが、26だろうが、いや分かんねえな。エレキホグはね、メガナイトホグっていうデッキが一応あるんですけど、
そんなデッキ焼くんのか今。これ工場行くのはエルキを割いたので単純に陸受けが1個減ってるんですよ。さあバルキリー割いたボンバーですね。まあここはしゃあなし。いや入ったのでけえな。あれ本当はね走らせたいんですよね。でこっちのエルキよいしょ。さあ陸を結構使ったぞ。なので刺さりますね。でこれエルキ今右向きに置いたんですけど、ユーノに対して何かねこうエレキとか出してきた時に今右向きにエレキ置いたことによってこのバルキリーを守ったな、エレキでまあついでで守れるっていうやつですね。さあペッカでまあここはダメージ痛いんですけど、今ね別にエリクサーアドバンテージを取られてるわけではないと思うんですけど、逆に取ってると思うんですよね今のホグは。だからこれは流れとしてはもう僕今来てますね。なんならこれもうペッカが入るんじゃない、スケブぐらい来なきゃ。おい、もう一発？いや、テスラが強えな。で、いや、まあ、順調に抜いてもいいんだけど、犬食わなくてもいいよねっていう。なんとなく、特に理由はないです。痛い、ザップ。で、工場今、ケツから流しても、あのテスラに座れるだけなので、まあ、8枚マジアチャで犬切れば世界変わるか。さあ、暇な時のケツ工場は結構強いです。さあ、エレキ来た。やべ。っていうのは必ず走らせてください。いや、これエレキちょっと遅かったから入るかな。いやー、オッケー、完封できたのはでかい。僕は2個削ってるんですけど、1個折れないっていう可能性があるので、それだけちょっと気をつけていきたいね。で、このマジやっちゃで、後ろのボンバー射抜きます。で、あのテスラちょっと待って。あ、待って、やべ。やべ。おー、危ない、危ない、釣れたんですけど、あのテスラが厄介だな。これ入るんじゃね？いや、入らない。で、一応ホグ警戒ですね。僕もおれば、一本おれば絶対負けないので、これ行っていいな。で、こっちサイド一応許容もできるし、ユーノのダッシュ常にね、うまいこと使って、さあ、マジアチャー、ユーノか？いや、入る。いや、惜しいね。で、ここ今、テスラがちょうど消えたサイクル、工場ババ抜けが辛い。で、ここでゴーストを当てると、ゴースト無駄死にしちゃうんですよね。なので、エレキの許容で、っていうのを許容しすぎると、まあ、タワー行かれるんですけど、エレキ残ったことによって、こっちのカウンターがね、成立するっていう。まあ、最後の許容はぶっちゃけやりすぎなんですけど、もうイメージとしては、まあ、あんぐらいですね。ゴーストミニペニ当ててもやっぱやられちゃうので、単純に。エレキで低めに受けて、そのエレキもやられない、タワーで受ける。っていうのがすごい大事ですね。さあ、よろしくお願いします。もうユニット残すガチ勢でいきましょう。まあ、サンゴス以下とか、もう、ゴリゴリ割いていきますね。さあ、ドリルだ。いやー、ちょっときついやつですね。まあ、ドリルには基本マジでゴースト徹底したいですね。ゴースト徹底して、あとはまあ、適当。それ以外はもう何でもいいと思うんですよね。一旦これ、カード持ち。アウトロー。いや、珍しくね。これも入る。よしよしよし、マジでよし。で、ダックプリは、しっかり U の突進、またはエレキのリセットでね、受けてあげましょう。あれ、いや、地味めんどくさいっすよね。これどうしようかな。エレキでいいか。で、エレキは低めですね。もうユニット直当てすると、やっぱ痛いので、エレキすぐ攻撃受けちゃうので。ダメージ受けてもいいので、低めでいくと、こうユニットがやっぱ残ってこっち来るんでね。あ、残ってあっちさえでいくので、それによって相手がコスト使わないといけないっていう、このサイクルをね、できるとでかいっすよね。相手の、なんかデッキがさ、あんまわかんねえな。さあ、さっきと一緒のサイクル。ガイン。いや、入りすぎやろ、さっきから。で、これめんどくせえから、ファイブ打ってもいい気がすんな、ぶっちゃけ。ユーノだけだったら抑えられなくて、ユーノともう一枚出さないといけない。それならファイブ一枚で抑えられるっていうので、ファイブですね。コカッちゃんのドリルだけど、アウトロー、ダクプリーでちょっと違うみたいな。さあ、ドリルかダックプリ警戒しながら、次ゴーストいるので、まあまあまあ。ファイボでしたね、あとは。ドリルファイボの、まあ枯渇？ちょっと珍しい。いや、あれ、ゴーストでやりに来てんすけど、まあ我慢っすね。マジアチで行こうか。これ読まれてるかな？やばい、位置ずれた？いや、いいんじゃない？いや、うますぎん？美味しいの方っすね。で、これムートとかは、ああ溶けるんかい。溶けるんだな、ほぼ。さあ、ドリルが横から来る。
まあ、ペッカーはもうあの本当息になってもらってね、ダメージ入ってないですから。別にペッカーが溶けただけで別にダメージ受けてないので。でマジュチョは5打たせる要因として左サイドに基本出していきたいですね。右サイドだとタワーとやっぱ巻き込まれちゃうので、あとちょっと怖かったらこういうのも先にパパ打っちゃっていい気がするな。さあでマジュチョで程よく溶かしていきたいね。よいしょ、いや強い。でやばい、これ言うのがあの生贄になるだけだな。よしよし、あのムーズでも壊れると思うんだよな。これちょっとなんか怖いのでしっかりペック出して溶かします。あと290なんで、まあ、僕工場出してマジョチョ構えて GG だと思うんだよな。じゃザップって、これ絶対1枚出るじゃないですか。ああ、これあれを狙います。狙い撃ち一発入れば GG。 おいおい、あー美味しいですね。いやマジエチェ強いねマジエチェ強いの。まあゴブドにしっかり事故らなければ大丈夫だと思います。よろしくね。でまああのユニットを残しすぎてタワー折られたとか、あの負けちゃったとかなったら、あ今のはもうちょっと守っていいんだってわかるじゃないですか。なのでそこから微調整すればいいので、最初はマジでこうもう本当ユニット残すことを第一に考えるのが大事だと思いますね。ドリル、さあドリル勝ったらすごいよ本当に。それぐらいきつい、マジですごいよってぐらいきついですからね。でまあテスラかなんかちっこいのか、わあマジでちょっと犬きたいんだけどな。さすがになんか犬かせないような位置に出してきますね。でどうせファイボでやられるしっていうのもありながらマジアチでいきます。これ痛いなんでザップ打ちます。エレキでもよかったかもね。でこれ一応ファイブあるんですけど、相手があのバルキリー咲いたので受けが多分そんなないはずなんですよ。そう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 、硬い受けがない、薄い受けしかなかったんでボンバースケとか。今のはちょっといい攻めですね。でこれ別にテスラあるので工場行ったらテスラで両方抑えられちゃうから一回我慢。うん、さあここは我慢からのこのバルキリーを、まあ、守りでも使えるし攻めでもいけるっていうね。バルキリーの受け、そして相手にテスラを咲かせる工場なので、まあ、これ結構強い工場ですね。さあでここ問題は今ケツペしていいサイクルだったんですけど、した瞬間に分かってると多分ねぶっぱくるんですよ。ドリルボンバーぶっぱで、僕そのタイミングでエレキとかあのマジアチしかなかったので端前のボンバーとか受けれないんですよね。なのでこうユーノとか今回ってきたので、まあ、これドリル来てもユーノそしてゴーストとかで受けれるから1枚マジアチ捨ててって感じかな。まあ、なんとなくですけどね正直。でバルキリーはあんま自分から咲きたくないな。あバルキリーじゃなくてペッカエレキは相手があのバルキリー咲いてくるから、いやーこれで裏バルキリーいきますね。さテスラ使う。であのボンバーも射抜きてえな先に。どうせファイブを打たれるならここで死んでもいいって。わあ俺下手バルキリーとボンバー射抜こうとしたのにさ射抜けないんだよな、なんでだよって。射抜かしてくれやって。さあここ突破できねえからな、一旦我慢します。いやマジで勝て、イグ固くね。さあしっかりゴースト当てたいけどワンチャンファイブも来る、ファイブ来ても逆サイ攻めれるよっていうマジックアーチャーですね。でマジアーチャーと工場の間に開けとくと相手もファイブ打ちにくいからね。いやーしっかり当ててくるね。さあいやワンチャンいいザップになんねえのか。いやー微妙なザップか、これはまあエレキ高めと、いやゴーストでいいな。さあペッゴーストのコストさえ持っとけば大丈夫だから、まあ、これ攻めファイブ来たら痛いけどね。オッケーオッケー、あれマジアチャで抜きたいね。今工場出してもテスラにゲインしちゃうのでテスラが壊れたぐらいのタイミングでいきます。てかだんだん壊します、もうめんどいんだよあのボンバーも。でちっこいのしかない。さあザップってここで絶対工場に視線がいくので、このマジアチャ側もいやー美味しいボンバーえもう来たんじゃね。いやーバーバー、いやーちょっとあとちょっとだぞ、耐えろ。
で、ゴースを先に咲いたらタイミングずらされるので、端前、このファイスピ入れたらダメ。で、マジアチャで今ファイブ打った。いやー、これゴースト来んな、無理やり。ゴーストじゃねえ。あ、待って、ミスった。なんでゴースト俺使ったんや。バカや、バカ、バカ、バカや。いや、バカやけど、相手が事故ってる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 。いや、ゴースト使っちゃった。やばいやばいやばい。やっちゃった、やっちゃった、やっちゃった。やっちゃった、やっちゃった。ゴースト回す、ゴースト回す、ゴースト早く、ゴースト早く回れや。ゴースト早く回れや。さあ、いや、耐えれそうだな、エレキ。え、マジじゃん。奇跡、奇跡、マジの奇跡。いやー、うっとー。いや、耐えた、耐えた。耐えた耐えた耐えた。うわーっていう感じでね。いや、ゴブトリー勝てそうなんですけどね。いや、惜しかったな。これね、マジで勝ちたい。なんか、あともうちょっと僕の爪が甘かったなと。もう最後、橋前ペッカとかゴリゴリやって、ほんともう一生ユニットぶっぱしとけば、めちゃくちゃエリアド取ってたし、流れ良かったと思うので、まあ、勝てたんじゃないかなと思いつつ、ちょっと悔しいですね。はい、というわけで、まあ、ペッカ工場ですね。これ本当にもう、多分4年とかずっと使われてる、もうずっと古く昔から使われてるデッキで、多分今後もなくなることはないね、デッキだと思いますので、皆さんもぜひね、ペッカ工場、今の間に触ってみてはいかがでしょうか。よければチャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。では、お疲れちゃんでした。またね。